今回はマスターズクロニクルデッキ、ボルメテウスリターンズを見ていくぞ。発売日は2015年8月8日です。このデッキは構築が少し特殊で収録カードがなんと35種もあります。ハイランダーっていう1枚採用が多いデッキタイプだな。その中でも複数枚入ってるカードを先に紹介。おお、俗に言うボルコンですな。昔から結構人気ある印象あるね。これ以外のカードは本当に1枚しか入ってません。あとデッキの特徴としては緑抜き4色デッキでクリーチャーと呪文がバランスよく入ってる感じです。サクサク紹介していくぞ。おお。まずは2コスのカード。コストが低いカードから紹介していくぞ。ハルカスドロー以外は今でも使えそうですな。ベルリン君はそのうち輝く日が来そうな予感。8点。3点。7点。7点。8点。3コスカード。カレイコやタイムトリッパーみたいなメタ寄りのカードもいるね。ミルアーマーの呪文軽減も中盤生きてきそうですな。3点。7点。8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 点。4コスタイのカードたち。やっぱりハイランダーといえばフンボだね。ジェニーとか優秀なカードが多いな。クリメモの選択肢が多くていいぞ。7点。8点。3点。5点。8点。5コスのカード。ガイアの牢獄はそれなりに使われてた気がするぞ。パーフェクトギャラクシーが硬いんだよな。ここで新6カードの紹介です。このデッキ唯一の4積みカードらしいな。今でもファンデッキレベルなら普通に使えそうなカードですな。5コスで焼却銃立てれると考えると結構嬉しいね。さらにもう1枚。何？これも新6カードだったのか。効果は結構イケてると感じるぞ。攻めと守りを両立できるカードだな。5点。2点。4点。4点。5点。5点。6コスのカード。光のトリガーだけとは意外ですな。アポデイは今でも環境でワンチャンあるのだろうか？ 8 点。7点。7コスカードたち。ボルホは来た。下の3枚も懐かしくて泣きそう。オルゼキアはマジで欲しかったぞ。6点。8点。9点。7点。イラスト100点。ラスト8コス帯のカードです。初収録されたブラックのデザインも結構好き。高コストのトリガーがあるのは心強いですな。デーモンコマンドを持っていたのか。何かしらでうまいこと使えたらかっこいい1枚ですな。1点。3点。5点。総評。ドキドキ。うまく回れば強そうなデッキだな。あとミラーで対戦したら面白そうだなと感じたぞ。ほえー。どんなカード入れてもいいから改造に改造を重ねていけるね。魔のデッキになっちまうよ。それではこの辺でー。ドロン。今回はマスターズクロニクルデッキ、ロマノフ煉獄からの復活を見ていくぞ。発売日は2015年8月8日です。デッキの動きを軽く説明しますと、まずは順当にマナと墓地を伸ばしつつ、ロマノフが活躍しやすい環境を整えていきます。そして強い呪文をロマノフで使い回して勝つそんな感じです。昔あったロマノフサインってデッキに速攻性のある大型新人が助っ人に来てくれた感じですぞ。レシピです。パッと見赤単色が少ないから序盤のジョニーが腐りやすそうですな。エターナルサインはあまりマナに埋めたくないしね。一応ドルマークスでマナから落とせるぞ。あとはロマノフ2世とエターナルサインの枚数が足りないところだな。2世はせめて3枚は欲しかった。マナ加速カードですな。12枚は多いのではないかと思う。安定性につながると考えればセーフ。8点。9点。8点。墓地肥やしカード。カラフルダンスもそのうち温泉に行きそうだよねー。ナスオ君はもう行ったからなー。あと骨年日いいよね。ロマノフ拾えるとうまいぞ。あとドルマークスか。相手の足を引っ張る性能はかなり高いよね。ついでに自分のマナの呪文落とせるとこも良きかな。15点。14点。8点。8点。そして謎の進化要素。B ロマ以外どっちもちょっとキモいな。ビルジニアはこの頃多分電動だった気がするぞ。B ロマとのコンボでかなり暴れてたんだよな。6点。8点。8点。
メインエンジンのロマノフです。来たー。二世の方はループで活躍したとか。ループはやめてくれー。唱える呪文に文明指定がないのはあかんね。でも使いこなせたらかっこよさそうなカードだよね。ちなみにこのデッキが初収録です。あと初収録なのはダークライフとエターナルサインだね。うまく繋がればこの1枚からでも勝てるかもしれないぞ。こっちは安定感があるね。サインから出せると楽しくなってくるな。ロマノフで唱えたい呪文です。デスゲートはロマノフ出すか、ドルマークス出してちゃんと相手の邪魔したいね。インフェルのサインはコストの軽さを生かしつつ状況に合わせて使っていこう。Bロマ以外の全てのクリーチャーが対象ですぞ。なぜ3枚しか入っていないのか、これがわからない。連続攻撃する要なんだけどな。でもリアニメイト呪文に SF よ効果つけて連続攻撃させようぜ。っていうコンセプトはかなり好き。ロマノフらしさを損なわないサポートのデザインいいよね。8点。10点。最後に余ったカードです。そこまで強いカードじゃないけど踊るニードルの墓地に行きやすい性質はこのデッキと相性いいんだよね。一応トリガーを持ってるのもありがたい。クロスファイアは打点要因ですな。手札と墓地両方からただ出しを狙っていきたいところ。SA 持ってるぞ。4点。9点。総評。ドキドキ。コンセプトがしっかりした、いいデッキなんじゃないかな。おお。ただ2世とかエターナルサインを増量してくれてもいいのよ。それは確かにある。あとジュエマイン巨勢を狙った構築済みデッキという企画部の発想。とてもいいね。そして愛を感じたぞ。子供の頃はちゃんとしたデッキ作りづらかったんだよな。ロマノフ3枚4枚入れるのなんて無理無理。その分みんな味のあるデッキ持ってたんですけどね。それではこの辺でー。ドロン。今回はマスターズクロニクルデッキ、サバイバー進化論アルファプーオメガを見ていくぞ。発売日は2015年8月8日です。まずはこのデッキの軸であるサバイバーについて解説しますぞ。サバイバーとはこのマークを持ってるクリーチャーのことです。そしてこのマークを持ってる他のクリーチャーのサバイバーマークの効果を共有できます。赤線の部分ですぞ。最終的には大量の効果を共有し合ったサバイバー軍団で相手に勝つのだ。一枚に複数のカード効果を搭載できるなんて、勝ったな、ガハハ。共有する効果はそこまで強くないんですけどね。おい、やめろ。最近だと1枚でサバイバー3体分くらいの効果持ったクリーチャー普通にいるんだよな。そいつらがおかしいだけだから実質セーフでは？確かにそう考えたらセーフだね。さらばだ。レシピです。水光自然の割と堅実な色だね。序盤は順当に小型並べて、中盤の高コストサバイバーにつなげる感じですな。正直そんなに全体的なカードパワーが高くないんだからパワー化増量してくれよ。小型サバイバーたちです。ちなみにこの4枚は全て新規カードだぞ。まず2コスのサバイバー出してから3コスのやつに繋いでアド稼いでいくのが重要だよな。でもなぁ、3コスサバイバーはドローかマナ加速効果を持っているんだけど発動が攻撃時だから。馬持ちが重要なサバイバーにとっては結構リスキーなんだよね。出ただけでドローとマナ加速と墓地肥やしできるカードがあるってマジ？ 3 点。3点。4点。4点。中コストサバイバー。ラッセルズが新規カードだぞ。シータプレートってコロコロの付録だったよな。懐かしや。あとシェルファクトリーって登場当時でちょうど良い強さだったんだから。軽量化したり効果足して強化してくれても良かったんじゃないか？ 5 点。3点。6点。これはフィニッシャーサバイバー。ちなみに全部新規。さっきから新規カード多いね。しゃあない。新規で作り直しても大して強くないの悲しい。正直バウンスっていまいちだよね。最近のクリーチャーは強いやつ多いからな。これはそれなりですな。シェルファクトリーと合わせてうまいことやっていきたいね。大型だけどマナから出せるところは高評価だね。一応フィニッシャー的な効果になるんだろうけどこれはな。トリガーカードです。特に言うことはない。まあ、色に合ったトリガー入れましたって感じだよな。6点。8点。7点。優秀カード。ドロソにもなる N ワールドが1枚なのはきついな。N ワールドとプロメテウスはテクニカルで結構好きなカードです。8点。5点。7点。1枚だけ余ってしまったので一応ね。意図したわけではないぞ。正直それなりって感じのカードだよね。爆心ダブル発動できれば結構いける。6点。総評。ドキドキ。それなりに安定性はあるけど、全体的にパワーが高くないからそれほど強くないよね。発売当時でもこのデッキそこまで強くなかったんじゃないかなと思うぞ。
ナム。やはりサバイバーのカードパワーの低さと拡張しづらさがネックになってる気がするな。一理ある。それではこの辺で。ドロン。今回はクロニクルレガシーデッキ、アルカディアスレクイエムを見ていくぞ。発売日は2017年8月11日です。デッキの動きを軽く解説。5色デッキなので序盤はフェアリーミラクルを打てるように頑張りましょう。獅子王でもいいぞ。中盤はプロメテウス出したりジャックアルカディアスで妨害。終盤は進化したり切り札のアルカクラウン出して一気に勝負を決めましょう。効果はこんな感じです。こいつがもし7コスだったら環境入りできたよな。案外サガも抑え込めたしみんなで対策すればなんとかなるのかな。まあ無意味な話はここまでだ。効果は若干ロマンの香りがする感じだな。そこまで悪いカードではないな。ピン採用のカードにも結構優秀なやつが多かった印象あるぞ。レシピです。5色の構築済みデッキって珍しいよね。せやな。あとこれキングとクイーン立ててロストソウル打って完封するのがデッキコンセプトだよな。イエスマンの戦法を意識したデッキだとか。それでは個別で見ていこう。おお。マナ加速カードです。やはり多色のマナ加速カードのマナの増加量はすごいねー。やはり、いち早くアルカクラウンにつなげたいよな。ロマネスクをキングクイーンの進化元にするのもありだね。テクニカルなカードたちです。そうかな？そうなの。デッドブラッキオはどうだろうね。悪いカードじゃないけど最強ってほどでもないよね。誘拐を封じる効果があるから環境によってはワンチャンあるかな？キリュウジルベスは当時電動カードだった気がするぞ。使いこなすのが難しそうだけど面白いカードだよね。聖域はキングかクイーンを出そう。進化元は多いぞ。受け札たち。ジャックアルカディアスの除去はコスト指定だから D2 フィールドとかも破壊できるのがいいよね。進化元にもなったり仕事の多い一枚だな。カーネルはトリガーとしては優秀だけど普通に手札から出すと超弱いな。このデッキにはないけど返しのターンで革命チェンジとかできると美味しいな。これは新カード。ジャックアルカディアスも新カードだったぞ。このカードは環境によっては刺さるのかな。小型ビート全盛の時代が来るのだろうか。わからんね。整える感じのカードたちです。プロメテウスでキーカードを回収しながら動けるといいよね。意外とパワーが1000しかないんだな。グレンニャーも1000しかないぞ。そいつは2コスのカードだし。パワカです。これはまごうことなきパワカ。X は出るだけでマナが全て起きるのでアルカクラウンで出すとまた展開できますぞ。ロストソウルはひどいカードです。これのほぼ上位互換があるってマジ？切り札たちです。ちなみに全て新規カード。クイーンはたまに環境でも使われてたとか。踏み倒しメタはいつも強力ですな。これの話はあまり聞かなかったな。リメイク元がヤバかったから結構抑えめな作りになったんだろうな。出た時効果の発動を許したのがダメだったのかな。コストを支払ったものとして出てくるカードも多くなったしね。キングもそうだけどルドルフと組み合わせるとかなり使いやすくなるよね。ルドルフの万能さがすごすぎるとも言えるんだけどね。今後強い7コス以下のクリーチャーが増えるたびに強化されていくカードですな。その強いクリーチャーだけで戦えばよくねみたいにならないといいね。今がそんな感じなんですけどね。個人的にはバベルギヌスで出た時効果を使い回すのが楽しそうだなと感じたぞ。カードの紹介は以上なんですけどね。この商品には特徴的な点がありましてね。それはラバーマットが同封されているんですよ。公式ラバーマットって入手が難しい印象あるよね。アルカクラウン好きな人からすると最高の商品なんだよな。そうよ。ドキドキ。コンセプトは悪くないけどこのデッキだけだと物足りないような。確かに5色ならではのバラエティ感は薄いのかな。コンセプトを決めて自分好みに作り変えるのが面白そうだな。改造の幅はかなり広そう。それではこの辺で。ドロン。今回はクロニクルレガシーデッキ、フーンドルゲ忍法帳を見ていくぞ。発売日は2017年8月11日です。デッキの動きを軽く解説。最序盤はこの辺のカードを使って手札とマナを整えます。中盤は霧のやサルトビを出してジャイアントの頭数を揃えつつ高コストジャイアントを出しやすくします。サルトビは売券と組み合わせると守りにも使えるぞ。大型ジャイアントの効果でいい感じに手札を整えたら終わりのドルゲにつなげるのじゃ。効果はこんな感じになっているぞ。デザインも結構かっこいいよね。わかる。そこまで難しくもない G0 条件と打点とマナ回収効果を持っている。クリーチャーしか回収できないけど、雪村拾って打点にしたり、忍び拾って守りに使うこともできるぞ。レシピです。一応5色デッキなんだな。基本的に忍者ストライクのカードだから関係ないけどね。せやな。かなり完成度は高いデッキだけど、強いて弱点を挙げるとするなら、カードを組み合わせないと、相手を妨害する手段が少ないところだな。
守りは厚いんだけどね。最大の弱点は総量で。それでは個別で見ていこう。おお。これは序盤のカードたち。アナリスが新カードですぞ。トレジャーマップで次の動きに必要なジャイアントを引き込みたいところですな。ジャスミンは2から4の動きだね。西南の早期着地は強ムーブ。多色になった分、ドローも選べるようになったジャスミンですな。有名な話だけど、ジャイアントインセクトも、ジャイアントの種族サポートを受けることができるぞ。このデッキの中核になるジャイアントたち。冷静に見ると西南ってジャイアントの2コス軽減と、ジャイアント保護効果を持ってる、結構壊れ寄りなカードだよな。ツインパクトにもなったから増量もできるしね。これも新カード。このデッキなら、売券かキューブリックと組み合わせて使うとうまいね。普通に出して潤滑油として使うのもありだぞ。これはこのデッキ唯一のトリガー。忍びたくさんいるから受けは硬いんですけどね。次の忍び持ってきたり結構相性のいい一枚。一枚で相手の場に触れる、このデッキだと珍しいカードでもある。古参忍者たち。あいえいえ、忍者なんでー。一つ疑問なんだが、このデッキにオロチは必要なのか？ドルゲイザ出せればうまそうだけどね。忍者その2。ゼロ影は使われてるの見たことないな。パワー7000あるから返り討ちにできそうではあるけど、忍者ストライク7はかなり重いよね。こっちは新カード。忍びの中では、かなり採用率高そうだよね。ゴシーデッキにちらほらいる感じ。ブロックされないクリーチャーにも対応できるところが強みだね。これは便利カード。サルトビと合わせて頑張りたいですな。相手のハンデス抑止にもなるかもね。ドルゲ軍団です。聖海座とドルゲ雪村が新規カード。西南からドルゲイザに繋ぐのが結構大事な動きなんだよね。ドルゲイザ出せば手札もそれなりに増えるしね。あと、どうでもいいことなんだけど、ドルゲの下にくっついてる青い生物は何なんだろうね。確かに、みんな似たようなのつけてるな。さっきも載せたけど一応ね。最近高騰を始めたとか。最近で始めたメクレイドとの兼ね合いも気になりますな。もともとポテンシャルは高いからね。ドローとマナ加速が逆だったら、結構いけてたと思うんだけどな。手札補充するのが目的ならドルゲイザでいいよね。あとはアースイーターとも、共存するデッキにするとか。そんなに悪いカードではない。あとデッキの他にラバーマットもついてきます。助かる。冷静に考えたらラバーマット付きで3300円ってかなりお買い得だよな。しかもデッキは当時かなり強いと。総量。ドキドキ。攻守を両立した強いデッキだったな。おお、そういえば最大の弱点って何なんだ？それは、雪村と売券の枚数が少ない。2枚ずつ増量してくれ。アホくさ。これ買った人は一度は思ったことだろう。それではこの辺でー。ドロン。